待たせたな。VVVARIKEN。アリケンだ。N は1個。それじゃあ動画へ、レッツラゴー。移動で前線確保。下の方でクジャクファンボーイが誰かをやった。WC ウィーナーをやったね。さあ、ヘイトを向けて目の前、自分のカメラなので、ここは目の前のクジャクファンボーイを腰打ちでやっていく。さあ、屋根が入っているので、ここはどうしようもできなかった、ファンボーイ。さあ、欲に目がくらんではいけない。ジャンプパッドしっかりと切って。さあ、これはあれですね。ラグですね。さあ、次の位置に向かっている。真横に敵さんいるが、これは戦いたくない。資材も一旦リフレッシュできているので、どうにかしたいが、リズアート！クジャクをワンボックス。先手打たれたが、しっかりエイムして倒していくが、横が敵の壁でしたね、これは。さあ、ゴッドラビットにやられてしまいました。さあ、唐辛子の効力が切れたので、足の速さはみんなと一緒。さあ、目の前でどんどんやり合っているワイルドホーク。さあ、ここは開けて、戦っている人を倒して、資材を大幅にゲットできた。残り 1v1。さあ、ローグラウンドから、ワイルドホークいけるか？しかし、この状況で上に登っていくのは、至難の技。さあ、残り 1v1。絶対に上の人は、登らせないでしょう。さあ、上にいるのは誰かわからないが、ワイルドホークと 1v1。1試合目で14ポイント稼いでいる。さあ、資材は残り6枚。さあ、ジョーザさんを落として、うわっ、これあと1個前だったら草むらって落下ダメージないんよ。だからあともうちょっと前で落下してたらダメージ食らわずに倒せたかもしれない。うわー、これは敵は逆に草の上に落下したね。多分これワイルドホーク落ちて HP 残ってても敵は落下ダメージ食らってないから多分。うわ、惜しいね。GG でも2位はいいんじゃない？幸先いいんじゃない？ワイルドホーク。上座でワイルドホークは4位だね。でも割とでも、キルしてる人がやっぱ上だね。昨日の試合あれなんだよね。最後の試合こけて、さあ、ワイルドホーク。さあ、すごいですね。これは。やっぱこうなるらしいですよ。上級プレイヤーになったら。やば、1位も一緒に降りてるよ。1位も降りてるとこ一緒だ。1位とワイルドホーク降りてるとこ一緒が、これワイルドホークがここでぶっ殺したら、あれだね、だいぶ止められるね。次のアンチ、これはどっちだ？さあ、クラッシュパッドで、うわークラッシュパッドで荒らされたね、しょうがない。さあ、クラッシュパッドでいろいろやられたがさ、1位のジョーザ、やばいぞ。現在1位のこのプレイヤー、ハイグラを取っている。さあ、そのままハイグラキープ、ジョーザ。このままもう一度1位を取ったら圧倒的すぎるぞ。さあ、ハイグラをここで取り返してくる選手。しかし、しっかりと建築を置いて防いでるね。うまいね。止めんのがうまい。さあ、ハイグラをずっとキープした状態で最終アンチまで行きます。フロッパー1個食べて HP をマックス回復して目の前の敵倒していきたい。腰打ちで倒す。さあ、資材ゲットしてフロッパーあるので少し落ち着いて。さあ、ジャンプパッド回る。そのまま伸ばして、ジャンプパッドで一度飛んだ。さあ、そうですね。資材使わずに下に降りるためにジャンプパッド。さあ、上へのヘイトは向かない。誰もいない。さあ、ハイグラキープしながら、ショットガン一発当てて。さあ、目の前の敵も HP 少ない。さあ、飛んでいったが、ここは？さあ、あれだね。アンチ外のダメージでさあ、アンチ外から飛んできた敵、うますぎ。誰これ？さあ、エルサーさんかな？さあ、エルサーさんが最後の一発のショックウェブグレネードで飛んできた。さあ、スイルムも生きているが、ボット団子の HP が多い。そのままスイルム、ストームダメージで死んで、ボット団子がビクトリーロイヤル。おめでとうございます。2試合目を終えて、これは反映されてませんね、ごめんなさい。いや、トラッカーの方も、あ、違う、これ2試合目の合計だね。これで合ってるね。合ってますわ。まあでもソロだからね。さあ、この匿名さんはあれですね、もう、すっごい無音ですね。知ってるな？さあ、シグレ、いつも心は虹色に。いい ID だね。俺好きだよ、そういう ID。さあ、いつも心は虹色に。さあ、虹色選手やね、シグレ選手。チャージショットガン持ってるので。さあ、これは勝てるが、ショットガンじゃねえ。ハンドガンのエイム良すぎ。ダメージ鬼のように削られてしまった。残り1秒43。さあ、ここはチャージショットガンで。一発でかいの入れないと勝ち目はない。
さあ虹色に輝けるか。当てすぎだろ。さあ GTS モコズ、もうほぼほぼほとんどヘッドショット入れてハンドガン強い。ジョーザもさあ逃げ遅れている。さあ現在1位のこのプレイヤー、さあしかしメディキット2つあるのでまだ大丈夫。あ、これあれあれか、ずっとこれカードキーを保持してたのか。やっぱね、カードキーがあるところはね、こういう勝負になるんだよね。敵が全部いなくなった後カードキーを安全圏内で開けて次のアンチ行きたい。回復もあるからね。これでもそれでもこれさ、いやでもはーいはーい、つえつえ、この武器何これ。はーいや、まあでもだいぶ HP 削られるけど、はーいや。さあメディキット、さあこれは回復してから行くのか、痛いからね。うわでもすげえ人いたわ、もう限界突破、もう死んでます。さあ資材も残り2枚、目の前で敵倒すしかない。あーし、さあジップラインで壊せるけど、お前それは、あまたこいつがハイグラ取っている。ジョージャが毎回ハイグラにいる。誰も登ってこない、ハイグラは一生ジョーザのもの。さあペタが HP 少ない状態で、さあここは落ちてしまった。ショットガン一発撃って二発目も当てた。さあ HP ない状態で敵、ここは取られてしまう。キルポイントは入らず。さあクラッシュパッドで場を荒らしている。残ってるな、クジャクと、さあ数字の人、クジャクがやられて残り 1v1v1。 さあ残り 1v1 か、これは。さあしかし、おっと NSR の選手がさあ上に登っていたか。さあここはタックからショットガンで敵を倒したい。一気に形勢逆転、 HP なくなって NSR レイニーがハイグラを取り返した。ロケットランチャーで上から撃ってしっかりリロード。さあ下に撃つだけで敵の HP あと一発当たれば終わりです。さあさすがに200対 HP30 ぐらいはしんどいね。勝っていったのは NSR レイニー。ライニーん強っ。さあ、うわうわ、これさこれさ強すぎない。ちょっとここ見たいね、初動で速攻でもね、ここで武器取っちゃうんだよね、ジョーザが。だから多分戦うことになっても秒で逃げれるんだと思う、ジョーザは。うーん、だこれは獲得。うわ、トンプソンとグラップラー取れんのが積んよ。なんならこいつ倒さないとここに降りる意味ないかもな、倒さないと。しかしワイルドホーク、これは許さない。ワンボックス入り込んだ。うーこれよ。さあしかしジョーザがまさかのここで、違う、 JOB の人だ、違った、ジョーザじゃねえ。さあ JOB の人がここで漁夫に来た。さあワイルドホーク、しかしカウンター決めて HP 有利的にワイルドホークの方が上、一発当ててまた HP 有利を取って、さあアスロットライフルでゴリ押ししていく。さあしかし JOB の人も早いね、逃げるの。さあでも圧倒的46ポイントジョーザ、また安置外で開けていく気だ。さあこれを待っていた先ほども見た光景。さあでも HP ちょっと、あれあれこれ5じゃね、あれこれ5じゃね、あれ。さあ現在1位のプレイヤー、まさかの計算ミス、 HP がなくなってしまった。これは痛恨のミス、取り返さないようにしてるね。目の前にナッシュンシャン、さあシュンシャンギリギリ壁を立てて、ワイルドホーク M 良すぎ。さあ倒して残り HP98、 うますぎる。ショックウェーブで、うわー、これは乗れたらワンチャンあった。さあアルベドさんのショックウェーブが強すぎる。飛びながらアスロットライフル撃たれるが、ここはさすがに HP なくなって勝っていったのはアルベド選手、強いね。ウリ君にさあアンチ外のさあダルガラミを仕掛けてきている。フロッパー1個食べて、さあショットガン先に当てたい。さあルリ君の方外れてしまった。さあダメージアドバンテージ取られて、ここは特命さんゴリゴリにさあ攻めてくる。さあミニポ飲んでおきたい。さあここは勝ってアンチ内行きたいね。ロケットランチャー持ってるからね。ロケットランチャーうまいけど当たってないけど、エーム良すぎー。
僕クルトさんがアサルトライフルさんまさんにヘイトもらっている。僕クルトさあなかなか張り替えられない。うまい。さあお互い端っこから当てたが、さあダメージ的に僕クルトが勝っていく。うまいね。だバカうめえな。一瞬ラグって、さあ人が使ったクラッシュパッドでさあアンチ移動している。残り3ポイント。さあポイント稼いで1位になれるか。残り21人。さあ3ポイント稼げるのか。キルポ1でも入れれば大チャンス。あと2ポイント。目の前敵を倒したい。いやいや悔しいだろうなこれ。さあリザート画面いきました。さあミニポを飲んで、さあ回復している。残りヒットポイント18、シールドポーションが50、クラッシュパッドまだ使えるが残り次第29枚足りそう。ロケットランチャーでキルが入れば回復できるが、さあここは撃つのをやめた。さあ上からヘイトもらっている。ぶち込んでいくがここは塞がれてしまう。下にいるのはワイルドオーク。さあここも入らない。さあ結構ラグそうだ。残り次第10枚、最終ランチまで届くかどうかわからない。ロケットランチャーで1キル入れたい。100ダメージ入れるがここはキルできない。一気に下に降りて目の前激怒敵を倒していきたいがカウンターリザートやられてしまう。さあ目の前 JP のさあフォストさん倒して、ストームサージでクジャフォックスは死んでいったね。そのまま勝っていったな。ゴッドラビット 48? あでも58。おめでとうございます。いやジョーザかこれは。はい、1位ジョーザ、2位、このね2位のレイニーさんかなんで、3位レイ、ちょっとごめん読み方が分かんない。でクジャフォックス4位、ワイルドホーク5位まで来たね。いいね。で25位以内でしょ。さあアルベドさんもここにいる。ほう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 。さあリザート19位で、これクーリファイかな。さあシュンシャも25位以内に入ってるね。いいね、いいですね。うん、強いね。ってな感じかな。最後惜しかったね。もうちょい生き残ればあと2ポイント入ったんだよ。目の前の敵倒したかったね。ここもね、最後残り HP ミリだったんだけどね。あ、ルリ君か。ちょっとルリ君パッと見わかんない。ルリ君もね、7位です。でもわかんねえんだよ、もう名前が。って感じだね。まあでもまだ終わりじゃないからね。あと2回ぐらいあると思うから。さあ、ということで皆さん、お疲れ様でした。いやー、疲れた。お腹減った。ということでみんな、一旦俺は、ここで配信終わらせたいと思います。皆さん、高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。今度会ったら観戦配信するんで、そちらもねよろしかったら見に来てください。それじゃあ一旦ここら辺で終わりましょうか。それじゃあ皆さん、また今度次の配信でお会いしましょう。せーの、またな。バイバイ。おっつー、バイビー。